2024年の日本の能登半島地震への支援として、被災地、被災者へのご寄付をよろしくお願いいたします。海外からの送金を簡単にするために、私の配信、動画の概要欄に SWIFT コードなどの情報を追加しました。被災地域の自治体、被災企業団体の振り込み先の情報は、 アンプミルクの YouTube 動画の概要欄の英文を参照願います。日本時間1月26日午前9時現在判明している被害状況は以下の通りです。 少なくとも236人が死亡重症者は319人軽症者は966人全壊、半壊、浸水、一部損壊等の住宅、事務所は17,130件。1月1日に発生した大地震は、日本の能登半島の多くの市町村や家屋、事業所、道路、酒蔵、 港湾などのあらゆる設備などを壊滅させました。詳細は以下に述べますが、いまだに国内外の災害ボランティアを受け入れる段階ではありません。とにかくインフラに激しいダメージを受け、破壊され尽くしている状況なのです。大火災の起きた輪島市の繁華街は、まるで空襲で焼夷弾で焼け尽くされたかのようなありさまです。 現在でもとても多くの人々が被災地で必死に戦っています。そんな状況が最低でも1ヶ月から3ヶ月程度は続くものと思われます。残念ながら、日本の優れた技術者たちの総力を結集しても、水道の復旧にはあと1ヶ月から3ヶ月程度かかる見込みです。一部の道路に至っては、 完全復旧までに約1年を要することも分かってきました。今回は大きな津波がやってきただけではなく、国土が大幅に増えるのではないか。とさえ思えるほど、沿岸部の広範囲にわたって激しい隆起が起きたため、多くの漁獲量を誇ってきた多くの漁船や港湾施設が使用できない状況に陥っています。漁師によれば、 最悪の場合、12年から13年ほどはカニ量はほとんど期待できないのではないかとのことです。海底の形も激変してしまったようで、ほとんどのカニカゴも失われてしまったそうです。家を失い行くあてのない地域住民の多くは、高齢者たちなのです。避難所に長期滞在すればするほど、 インフルエンザとコロナに罹患して命を失いかねない。車中泊や慣れない避難所生活などで十分に足を伸ばしたり動かしたりできないままエコノミークラス症候群で命を失う人もいます。医療支援の必要な患者は、次々に他地域の病院に搬送されています。そのような現状なので、 最善策は以下のようになります。まずは被災者の命をつなぎ、今後の復興を加速させるためにも、今はプロの技術者たち、警察、海上保安庁、レスキュー部隊、自衛隊などに頼るとともに、物資に関してもロジスティクスのプロである関連企業が日本政府と必死で復旧作業に当たっています。道路の警戒に関しては、 豪雪地帯や二次災害の危険がある中で作業員は交代で24時間夜通し働き続けています。繰り返します。2024年の日本の能登半島地震への支援として、被災地、被災者へのご寄付をよろしくお願いいたします。私からは以上です。ご清聴、ご視聴ありがとうございます。